Hey guys, it's Nori. どうも皆さん、こんにちは。ノリヒトガワです。今日はですね、映像にも音楽にも関係ない、ただ単なる僕の趣味の Vlog っていった形で、いろいろ紹介したいなと思うんですけども、こう見ていただいてわかるようにですね、最近こうもうビシッとですね、頭をヘアスタイルを決めてるクラシックスタイルで、いつも本当スキンフェードなんですけど、ちょっと伸びてきちゃったんですけど、バーバーショップ、まあ俗に言う理容室ですよね、に、最近通ってます。でそこでハマってるんですけど、で、じゃあ髪型を決めるときは何を使うかって言ったら、そうポマードです。そう、まあ、ジェルとかもね昔いろいろ使ってたんですけど、最近こうバーバーショップに通うようになって、まあ、びっしりこのクラシックスタイルを決めるのにですね、ポマードにめちゃくちゃハマって、でポマードをいくつも買いました。それをよかったらですね、まあ、完全に僕の趣味なんですけど、いくつか紹介していきたいなと思うんですけども、まず一つ目、ポマの、1950CS ですね。クラシックモダンっていった形になってるんですけど、ドレススキンって呼ばれるメンズコスメかな、の EC サイトがあるんですけど、僕そこでめちゃくちゃハマってて、で いろいろもう買いに買いまくってるんですが、そこの一押しのポマードの 1950CS って形なんですけど、でまあこの CS っていうのはですね、いやクリームソーダ、まあ、全然僕の世代ではないんですが、1970年代ぐらいかな、クリームソーダって呼ばれる、原宿のショップで、有名だったポマード、そこのポマードを、まあ、水溶性にして完全再現されたって言われてるやつです。ポマードって油性のイメージが強いと思うんですけど、今はグリースと呼ばれる、まあ、水溶性ポマードっていうのが今メインになってるみたいです。なのでまあ頭洗うときに、普通にシャワーとかシャンプーでちゃんとしっかり落ちるよ、でも説得力はしっかりあるよっていうグリースって呼ばれるのが、まあ、主流らしいです。で当時そのこの CS、まあ、クリームソーダのポマードって呼ばれると、まあ、油性だったので、なんか昔の記事を調べてると、食器洗い洗剤で頭を洗わないといけないぐらい、もうすごい油性だったっていう風に見たことがあるんですけど、まあ、それを完全この水溶性で完全に再現されたって、まあ、一押しのポマードになってます。で今これ普段使い、もう毎日僕はこれを使ってます。で何がいいかって、もうこれ、まあ、セット力も今もこれ使ってるんですけど、セット力もバッチリあるんですが、何よりこう香りなんですよ。あ、すごいいい香りで、この香りはすごい再現されたっていう話らしくて、でイメージなんですが、なんかね、もうお相撲さんの瓶付け油みたいな、そういうちょっと甘いいい匂いがします。ただトップノートとミドルノートで、こう一番最初つけた時とちょっと時間が経ってからの香りが変わるので、ちょっと二度美味しいみたいな感じで、僕はすごい好きです。本当にめちゃくちゃいい香りなんですよ。もうねこれ気に入りすぎて、もう2個目もうストックで2個目買っちゃいました。もう本当ね、今のところこれ超ベスト、すごいいいです。ただこの香りを本当に嗅いでほしい。では次、バルバ東京のグリースです。はい、このグリースはですね、僕が今髪を切りに行っているバーバーショップ、バルバ東京ダインと呼ばれるところの、まあ、バルバ東京のオリジナルのグリースになります。でこれがそう、行き出してこういうバーバーショップを行き出して初めて買ったというか、まあ、お店で使っていただいて、まあ、お店で使われてたので、じゃあ買ってついでに買いますっていう形で買ったんですけど、これもすごくいいです。香りがメロンソーダというか、もう本当にメロンソーダの香りがします。もう見た目の色のグリーンの通りですね。で何がいいかって、これファイバーが入ってるんですよ。なんですげえセット力というかホールド力がすごくて、こう本当にビシッと決めたい時、もう夜まで崩したくないとかいう時には、もうこれが一番おすすめ。もうバッチリ決まります。バッシバシになります。まあ、ただでもガチガチになるんじゃなくて、シャンプーすれば普通に綺麗に落ちるし、ただ、まあ、セット力が高いので、もう朝から晩までこれつけてれば全く問題ない。これもね、すごくいいです。めっちゃ気に入ってます。では、次。ウルフマンポマードです。はい、このウルフマンのポマードですね。香りは僕、バニラの香りを使ってます。すごい甘い。いい香りで、このポマードは僕的には持ち運び用
あのトイレタリーバッグ、あの、まあ、外でも綺麗に保ちたいというか、まあ ヘアスタイルもそうだし、まあ、ちゃんとですね、今こういう時期なんで、ちゃんとウェットティッシュ入れたりとか、歯磨き入れたりとか、まあ、旅行にも使えるし普通に出かけれるようにも使えるっていった形でトイレタリーバッグ、こういうトイレタリーバッグを、使ってます。で、まあ、これノーマティック の, あのピーターのドノーマティックのカバンにスポッと綺麗にはまるので、僕これが気に入って使ってるんですけど、これにも入れて持ち運んでます。で、これね、セット力はね、他の2つに比べるとちょっと甘いかな、うん、多分。でもね、バニラの甘い香りがして、まあちょっと外で、シュッと直したい時とかっていうぐらいにはもうこれはバッチリ。今この時期なんであんまり、がっつり外に出かけるってことはないんですが、もう外でもこうびっちりこうバッチリ決めれるように、僕はこれを持ち歩いてます。では次、はい、クールグリーススペリオーレです。はい、これね、190g だったかな、あ、80g の、小さい版の、クールグリースのスペリオーレですね。あの、先ほど紹介したこの CS ポマド CS を作られている会社ブランドの、まあ、定番グリースがこっちっていう形ですね。僕は一番スタンダードのものを買いました。で、これね、正直言います、あの、まだ使ってないですこれもね、あの 80g なんで旅行に持っていけるんですよね。機内持ち込み、まあ未使用じゃないとダメかもしれないですけど、 80g なんで、100g 以下は機内持ち込みが可能なはずなので、この 80g の、出かける用、本当に旅行用みたいな形で買いました。まあこの時期なんでまだね、旅行は難しいですが、旅行の際にはこれ使ったりとか、まあ試しに、あの、外で使っ、あの、持ち運び用っていう形で使ってもいいかなとも考えているので、これね、まだ使用感はわからないんですよ。なので、ただ香りはね、これ無香料だったかな、スタンダードなんで、ちょっと香りはね、あんまりわからないです。うん、でもね、あの、瓶の形でコンパクトで可愛くないですか。なので結構気に入ってます。はい、今、グリースポマードに関してはもうこの4つをもう買いました。で、まあ、いきなりハマりすぎて4つも買い込んじゃってるので、まあ、使い分け、日々の使い分けをこう楽しみながらやってるんですけど、で、ちょっとした番外編、はい、ウルフマンのスキンケアクリームです。これね、めちゃくちゃいいんですよ。フェイスクリームとしても使えるし、ボディクリームとしても使えるし、肌のどこに塗っても問題ないんですけど、これがね、めちゃくちゃいい香りするんですよ。ああ、いい。あの、まあ、ちょっと甘めの香りなんですけど、あのね、ほんと床屋さんっていう感じの匂い、香り。で、もうどこ塗ってももう本当に、まあ、塗りたくりすぎるとさすがにあれですが、あの、どこ塗ってもね、気持ちいいし、すごい香りが甘くていいし、これはね、めちゃくちゃ気に入っちゃって、で、ほんと携帯用に小さいやつも、あの、買い足しました。もう、ほんとだから外でもこう、ちゃんとこのクリームが塗りたいと思って、これ家用でもう、お風呂上がりにめっちゃ塗りたくってんですけど、もう外でも使えるように小さい版も買いました。これはね、めちゃくちゃおすすめ。でも、まあもちろんクリームなんで、肌触りも良くなるし、まあ肌も本当に綺麗になってくるし、これ多分ね、前より肌綺麗になったんじゃないかなって本当思うんですよね。そうでもないですか。まあ、ただね、本当気に入ったものを使っていきたいので、もう本当にこれは本当お気に入りです。これ本当おすすめ。ドレススキンのサイト概要欄に入った貼ってありますので、ぜひそちらも ご確認ください。で、番外編もう一つ、ウルフマンのヘアウォーター、ドレススキン別注ですね。はい、このヘアウォーター、まあ要は朝の寝癖直しみたいな感じ、まあセット前に、まあブローで使うみたいな形で使う、ヘアウォーターなんですけど、これね、あの、そのドレススキンと呼ばれるサイトの別注なんですよ。で、この別注っていうのにね、こうスニーカーフリークの僕としてはね、この響きがどうしても惹かれちゃうんですよね。それこそスニーカーの本当なんだろう、90年代とかぐらいの時には、あの、90年代後半の時にはこうスニーカーだったらフットロッカー別注カラーとかっていう、そのね、こうストア別注カラーみたいな、ストア別注っていう響きにどうしても弱くてですね、このヘアウォーターを、買っちゃったんですけど、これね、めちゃくちゃ香りがいい。で、あの、別注だとこう、あの、
シャンプー、こうウルフマンのシャンプーもあるんですけど、それもこの青いパッケージのドレススキン別注があって、それと同じに香りがします。で、まあこっちの方がヘアウォーターなんで香りはちょっと強めなんですけど、めちゃくちゃいい香りするんですよ。なんでお風呂上がりもそのシャンプーでいい匂いするし、朝セットする時もこれつけて超いい匂いするし、もうねたまんなくなるんですよ。でもうほんとね、自分がいい男になったんじゃないかっていう勘違いができる。それが何よりも素晴らしいと僕は思ってます。でこれつけるとそのポマード、グリースの伸びが全然良くなるんですよ。いつもまあ先ほど言ったこれ、香り強めなんで、まあ毎朝使うんですけど、喧嘩する香り強めなんで喧嘩するかなと思ったんですけど、でもね、あの喧嘩しない。ただ本当にグリースの伸び、もうポマードの伸びが良くなるので、これを振って、軽くドライヤーでこう分け目、ここの分け目を作って、でこのグリースでセットして、このスキンケアクリームを塗ると、そうするとね、まあ、朝からねこうビシッとなってですね、めちゃくちゃ気合が入るんですね。今こういう時期なんで、まあ、外に出ないっていうのはあるんですけど、やっぱりでも家にね引きこもってるというか、まあ、家に自粛をしてたとしても、やっぱりちゃんと服を着て、ちゃんと頭をセットして、ちゃんと肌をケアしてってやると、やっぱり気持ちが違うんですよね。なんでもうこういうものを最近揃えるようになって、もうほんとね毎日朝からもうビシッと気合を入れる。で僕結構まあこう見て、まあアラサーってか、アラサーじゃない、もうアラフォーです。アラフォーのおっさんなんですよ。でおっさんに何が必要かっていうのは、もうやっぱりね、別にイケメンでも何でもなくて、結局清潔感なんですよ。ちゃんとケアをしてるか、ボサボサの頭も、もう剃り残しのヒゲも汚い肌もダメなんですよ。何よりもアラフォー大事なのは清潔感なんですと僕は思い込んでます。なのでもうこういう、もうこのヘアウォーターをして、ポマードを塗って、スキンケアクリームをつけると、もうそうするともう肌も綺麗になるし、頭もベシッと決まるし、いい香りもするしとなってですね、まあ家の中でですけど、もう本当に自分がいい、めちゃくちゃいい男になったんじゃないかっていう、こう勘違いさせてくれる。そうするとですね、曲も作れるし、映像も編集も気合が入るっていうもんなんですよ。もうね、やっぱりこういう期間なんで、こう少しでも、こういう自主、まあ家の中だったりとかでも、自分のテンションが上がるもの、自分のモチベーションが上がるものに囲まれていたいなと思うので、まあぜひ一つですね、ドレススキン、まあこれノットスポンサーですからね、もちろんですけど、もう本当にねすごいおすすめだし、まあ髪切るのにはもうね、こうビシッともうババショップに行って、ババショップ本当気持ちいい。こうね、顔、やっぱりね顔剃りもしてくれるし、もうバリカンでベシッとスッキリしてくれるし、今度はねこうアイパーに挑戦しようかなっていうのもちょっと考えてます。はい、それでは今回は僕の完全なる趣味を、紹介させていただきました。この動画が良かったと思ったら、ぜひ、LIKE ボタンよろしくお願いいたします。並びにチャンネル登録していない方、ぜひよろしくお願いいたします。まあ今日はこんな Vlog みたいな形ですが、まあ映像編集とか音楽制作について、いろいろ動画を出していってますので、そちらもぜひ、ご確認いただければと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。See ya!